どうもシャーペンです。今回はまた今日から新しいコンテンツが始まるということで、最近ターゲットストライクも終わって、なんか本当に新しい遊び方を模索してる感じありますけども、アホじゃないわ。まあそれが栄冠の闘技場ですね、こちら。はい。でこれ公式で触れられたのが前回モンストニュースと公式サイトぐらいだったんで、全く知らずに今日イベントクイズに登場してやるって人もいそうなんで、またちょっとこの動画の最初にちょっとだけ解説して、まあ初見攻略をやっていこうと思います。まあ知ってるわって方は飛ばしてください。またこの右上に何分から始まるって書いてあると思うんで、まあ、知らない人はちょっとここから見ててください。でまあほんとさらっといきますけど、まずこの栄冠の闘技場はセットというのがありまして、まあ今日からセット1が始まるんですけども、2週間ごとにセットが追加されていくと。2週間後にセット2が追加、またその2週間後にセット3が追加って感じで、セット6まで追加されるんですけども、でこの1セットにつきクエストは5個あるんで、まあ今日5クエスト追加されると。で最終的にはこの6セットなんで、まあ、30クエストが栄冠の闘技場に挑むことができるようになるといった形ですね。でこのクエストの難易度なんですけども、だんだん上昇していくと。この星の数が多ければ多いほど難しいんですけども、多分まあ今日追加されるやつは簡単、まあただそのセット2セット3と重ねていくと難易度が上がっていって、でしかもクエストのボスとしてアルセーヌとかイビスが出るらしいんですけども、この2人が出てくるようになったら高難易度と思っていいんではないかなと思います。公式にも書いてあったんで、まあラスボス2人って感じですね。でこのだんだん難しくなっていくっていう仕様に加えて、もう一個大事なのがクエストに挑戦できる回数が決まっていると。1週間に10回となっておりまして、まあ勝敗関係なくもう挑戦した回数でカウントなんで、もう10回挑戦したらその週は栄冠の闘技場はプレイできないというものですね。まあなので本当にむやみやたらに特攻する、とりあえず入るかっていうのは禁物で、まあ鉄製キャラクターとかクエストのコツみたいな情報が揃うまでは待つってのが重要なものとなっております。でこのクエストをクリアするともらえるものなんですけども、まあ、各セットのクエストクリア数に応じて、まあ、トロフィーがもらえると。でまあ1個のクエストに5クエストあるって言ったんですけども、まあ、全てクリアする5クエストクリアすると金のトロフィーもらえまして、この金のトロフィーの獲得個数に応じて特別な報酬がもらえるといった流れとなっております。だから基本全クリしたいって話ですね。で報酬はこんな感じで、オーブとアイテムに加えてトロフィー3個4個ではエビスとアルセーヌの、まあ、モンストのアプリアイコンですね、まあ、これは変更できたり、まあ、5個6個ではエビスとアルセーヌのグッジョブで、全クリするとこの栄冠の闘技場専用の勲章と称号がもらえるということで、まあそういう感じで簡単に言うと、まあ、クエストが2週間ごとに追加されていく、まあ、だんだん難しくなっていく、挑戦回数が限られてるといった感じですね。まあ、期間は長いですし、最初は簡単だと思うんで、まあ、ゆっくりと慣れていきましょう。ということで、セット1、僕の初見攻略の様子ご覧ください。どうぞ。さあ、来ましたよ。栄冠の闘技場。ちょ、曲変わってるかな？ちょっと待って。まだか。ああ、下に追加されてるというか、ここにあるんですね。で、これはもう公式にあった通り、一旦星1が3つと星2が2つ。最初から行きますか。ワープ。あ、ダメじゃなかったか。モーセ使いたかったのに。まあ普通に厳選も終わってるんで29国組で行きますか。いけるぞ。いけるぞじゃない。ほんと慎重に行かんといけないですからね。極力力。あ、めっちゃ。確か闘技場って感じするな。はい。でもなんか怖い。事故らせに来てない？いや、横は怖い。ある、めっちゃ柔らかい。柔らかいじゃない。あ、痛い、結構。いや、意外と怖いか。まあ、柔らかいですね。まあ、普通に友情ゲーできるんだろうけど。しかも、このパネルと、ねえ、ニードルとこれがあると、ビールシステムで勘違いしそう。体回復するだけなんですけど、怖いな。普通に負けれるな。負けようとすれば負けられるもんな。負ける方が難しいぐらいかと思ったけど、いや普通ならここが簡単か。言いましないね。そこで縦でパンってなって縦貫するみたいなことはあってはならない。よーし、はい、ダメをブロックを。やばいじゃん、これ考えすぎっすかね。もっと友情系考えていいかな。殴り方面考えすぎな気がすんな。まあここザドキなんで、剣林。もうこれブロックなかったら罪じゃん。もしか友情が入るか。うわ、怖っ。これブロックなかったら積んでるんですね。こういうとこもありますからね。びっくりマークといえど別に最悪なくてもいい場合もたまにあるんで、こういうところがやっぱり怖いところ。特攻の絶対ね、情報待った方がいい。でもこれパーティー合ってたな。
まあ、大座の機嫌ってのは分かったけど。すげえ。やば。はい。大座の機嫌です。はい、キー。重力地雷。いや、ここ割かしパーティーがきついな。まあ、いけるでしょう。石だし。これが星3とかだって今怖かったけど。てかマジでコネクトのせいで、龍馬組めなかった。うわ、やっぱやったこれ。これや、こう、それやばいな。あ、そうか、制限だわ。それはバカ。やっぱ制限、うわ、最悪や、制限見逃してた今。やべ、一回無駄にした。これでいっか。とりあえず今の感じ、パネル踏みまくってって感じなんで、足速いキャラでいけば、なんとかなるだろう。うわ、今のダメよ。一番このコンテンツでやっちゃいけないことですからね。確認不足。本当に。マジ逆に今や、一回やったからこそもうやんない。1踏みでこれやっぱ2踏み。パネル少ねえここ。踏んでない。オッケーオッケー。勝って。ここちょっと普通に怖いな。一歩打っとくか。これも突っ込んだらいけんじゃない？OK。あ、2踏みだった。え、打ってもいいか。うん。場所が良かった。このデバフもでかいっすね。入ったら勝ち。めっちゃ左下にパネル置いてあるんだよ。よっしゃ。いや、怖かった。もう最初の貫通ミスった時も。さあ、ちょっとこの録画の調子悪かったの、時間空いて。これバレますからね。クリア履歴でこれ時間までわかるんでしょ。ほら。ちゃんと時間バレるからね。どんぐらい苦戦していたのか。星に。ダメをワープ。お、これエクリプスじゃない？貫通、まあ、行ってみるか。大丈夫、ここも一回負けられる。いや、負けないですけど。一回負けていいってのはやっぱりちょっと安心感ありますね。さっきのね。負けちゃいけない。あ、ちょっとドクロね。何をしたいこれ。一旦これ、やっとくか。柔らかい。友情は無理。蘇生、ビットンなんですか？でも真ん中削れてるな。ビットン壊しちゃ、ああ、そういうことか。なるほど。ビットン出すとダメージ食らっちゃうかもしんないから、危ないよって話ですね。攻撃は別に関係ないんだ。オッケー。ビットン割りたいけど、ちょっと今割ってもどうせだな。オッケー。毎ターン。敵柔らかい代わりに、これ、クソ事故しそうですね。あれめちゃくちゃ友情コマ入ってる今、ハマジのウェーブ。お、これは神。入れよ。今日ひどいっすね。これぐらいはできたはずなんだけどな。強っ。さあ、ラスト。何ですか？ブロック魔法陣貫通、あ、反射制限ね。まあ、火力化け物の3人をアズゼルでサポートするっていうコンセプト。ここキスキューか。キスキューハマったらマジ強いですからね。あっぶね。大丈夫だよこれ。さすが、ああ、でも制限あった。制限しね。貫通ゲーか。あれ、また僕間違えた今。今やってない？反射制限あったよな。もうね、ほんと制限、マジで、なんでこう見逃すんだろう。あれ、今日なんか、なんかさっき復唱したよな。マジ、逆に、今や、一回やったからこそもうやんない。強っ。めちゃくちゃじゃん。ここ周回して、はい、という感じで、
早くも一番簡単なセットなんですけどね、波乱万丈あり、なんとかクリア、先が思いやられる結果となりましたが、お、レベル、なんで、あれ、ここの補修か、トロフィー1個で、で、これで、まあ、一旦栄冠の投じるやることは終わったと。で、来週も追加ないですし、次やるのは、また2週間後になるという感じですね。このセット。まあ、やっぱ最初はそこまで、なんか怖かったですけど、簡単なものが続いて、まあ、どこから、ちょっとこれやばいなという雰囲気になっていくんでしょうか。頑張りましょう。ということで、よかったらコメント欄が皆さんの、まあ、感想やら、クリアパーティーやらお待ちしております。あと、ついでチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで動画投稿頑張っていくんで、よかったらしていただけると、モチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。高評価もぜひ、では、ご視聴ありがとうございました。さよなら、トリジョー。